お疲れ様です。今日はですね、こちらのミラーエレジャイ1コス5枚バージョンやっていきます。ということでね、攻めも守りも全てエレジャイのみですね。まあ高回転っていうのが強みということで、ちょっとまあここ最近エレジャイがねやっぱ強いんですよね。本当に強いし、やっぱエレジャイはね比較的、まあこんなこと言うとあれかもですけど、こう簡単に勝てるんですよ。そう、なのでちょっとね、ちょっと皆さんにもエレジャイの強さを分かってほしいということで、こちらねもう出すだけ、エレジャイ出して、まあ、1コス回してエレジャイ出して、これ無限に繰り返してね、ちょっと勝っていきたいなと思います。で、今回の相手は親衛隊ロイホグかな。これどうだろうな、まあ、勝ちたいんですけど、普通に1回も勝てない可能性もあるっちゃあるんですよね。まあでもこのエリジェのね、やっぱこの反射が強いんで、これなぜか相手のユニットも溶けてるよと。でトルネで、あのできるだけね引っこ抜いていきたいね。オバとか来たら、あ、さでエレスキットとかも飛ばしてオバを処理したいみたいな。オッケーオッケー、一応これでエリジェのダメージは通ってるんで、まあ、問題はロイホグの防衛方法がね、キング起動してしまえば、そっから豚の下ではちょっと楽になると思うんで、ちょっとだけ、あー、まあでもいいか。これはトルネからの、我慢できます。はい、ちょっとだけ痛いけど、まあまあこれぐらいならね許されます。でね、施設の突破とかもどうすればいいんだろうね、これって感じなんで、まあ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 こんぐらいは仕方ない。ちょっとのんびりいきましょう、マジでのんびりしていくしかない。エレジェイミラー出したいですね、これエレジェイミラーで世界を変えたいのだが、このゴルダイダッシュすらも入れたくないんだけどな。いや許します。はい、いやー、でここはちょっとまだもう一回ケツからいきます。はい、逆サイドの防衛もねしなきゃいけないので、こんな感じでネバネバ作戦でいきながらの、およしよしよし。でちょっとエリジェイ回復して、でロイホグは、まあ、適当に守ればいい。よしよしよし、いやー、エレスキーまで出しちゃってよかったかな。でも流れがなんかさ、来てそうじゃないですか。だいぶ。で、こういう時に、ちょっと、行きそうじゃねみたいな、あったら行っちゃう。で、逆サイは、もう1コスで守ればいいんで、ちょ、もう一回入れていきます。ちょ、マジ、1コスで守らして。1コスで守らして、守らして、守ってくれると、エレジャイが。はい、反射で全てを溶かしてね、落としてくれますよと。いや、これでもだいぶ苦しかった方だと思うんだよな。施設ザッピーだったのでこれ勝てたらでかいぞ。よし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 、まあ、こんな感じでね、こんな感じで、ね、まあ、相手が施設ないだとか、まあ、なんだろう、まあ、施設ないし防衛がひぼめのデッキだとね、すごい勝ちやすい。おいっと、あー、マジこういうのはね、ぐっちゃぐちゃにしてあげなきゃっすね、エレジャイでこれ、あ、やば、ちょっと待て、これやばいな冷静にやばい。ちょっとコスト捨ててでも待って釣った方がいいっす。あー、でこの前って、まあまあまあ、よしよしよし、まあまあまあ、これは全然ね、全然いいとして、あー、えらい。スケアをペッカに当てれた方が良かったんだけど。お、でも、悪くないぞ。1コスで守って、悪くないんですけど、ペッカだけちょっと、危ういっすね。しかも、ペッカオーブンなので、こっからエレジャイのダメージが通るかって言われると、難しい。まあ、難しいが、今みたいな感じのミラーエレジャイで刺せれば関係ないか。いやー、マジオーブン鬼邪魔だなー、これ
じゃあこの LJ 一旦捨てですね。ここにペッカを使ってくれるとめちゃんこ美味しい。多分この LJ で降りに行ける。でもさっきのをそう反省するとこんな感じでね使ってくれないんですよね。あでも俺はねこれ LJ 多分出さなきゃ勝てないんで、とりあえず出してからこの後はねもうこっから考えればいいんで。うわーあんまじしゃべ、なんかこれさ熱くない？なんか LJ ペック突破できそうじゃない？なんか突破できそうなんだけど、じゃあの吹き矢小僧だけ。え、ちょ待って、LJ が、お前、オーブン好きすぎるだろ。いやー、ちょっと待てよ。ただな、なんか。だいぶ怖くなってきた。ちょっとね、ワンチャンの右サイドも視野に入れていきたいね。いいんじゃない。なに？お、入れちゃいこ。お、マジで。あの吹き矢が、吹き矢マジで許せん。いやここでおとり入れちゃいです。これおとりからのこれ左サイドマジである。え、これさオーブン壊れるよな。あれ壊したいマジで。オーブンどうやって壊す？アイスピ飛べ。マジ飛んで。お、飛んでくれる。一個抜くヒースピで回復する。一コスで行きまくって。うわー。やべー。やべ。え、神。うわーマジで、あとちょっとタイブレイクで負けそう。ちょっと待って、マジでやばい。集中スケバレちょっとめんどくさいんですよね。落下も入れない。よし、でエリジェイだったかこれ。守ればさ勝てるみたいなことないかな。しんどい。怒った。マジでピッカマジで強いんだよ。ペッカマジで、うん、マジで、あ、もうペッカも、ペッカ、あー、おかしいだろう、なこれ、っていうね、のがね、あるんですよね。なるほどね、はい、分かってきましたよと。まあ、ちょっとボンバーとかがいないんで、これはね、多分もっとエリジェを出したい、もっと突破したいね。どうするか、ただね、もう一つだ、攻めとるねで。剥がしちゃえばいいんだ。 LJ からのペック来ます。トルネで剥がしてスケアイスピールスピーっつってぶちかまし。よし、いやもう今のでちょっと勝ち方は分かりました。はい、なのでこうやってペッカ来ても勝てますよと。これはこれちょっと多いね。なんか、まあ、一旦出そうか。一旦出して序盤の間に決めちゃいたいが、ああ親衛隊ロフグっすね。やべ、マジで。さっき勝ったんだね。さっき勝ったんだから勝てるでしょっていうのが俺の考えだけど、どうですか。さあ溶けてもらって、よしこれでだいぶ溶けてるな。しかもキング起動もできてるんでだいぶいいっすね。よしなんか苦しいの多くない？もっとさ、なんだろうね、ホグとかトレネで守れるし、もっとこう楽なの絶対いっぱいあると思うんですけど。
よしよし。さあ、エレイジャーインは、おとりなんでね、1体目。これおとりなんで、ちょ、ここでロイフが来てほしくないな。エレイジャーミラー出したいんでね。来るか、先生。来ない。からの、なんならこれもう一回待ってみよう。さあ、回復して、ちょっと届かせながらの。あのホバは、いいよ。小屋さえマジでやってくれたら楽しいな。いや、なんかめっちゃおるやん。おお、なんか苦しそう。で、俺も苦しい。これちょっと狙ってます。よし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 。これ止まらんぞ。いやー、あのさっきやべ。さあ、問題はちょっとこっから削るのもか。いや、これもう行っちゃって、全部もう引っこ抜いてスピリットチンパ。マジでありそうだけど。届いて、ミリ、あとミリ、スケルトン。取れ抜けんない、多分取れ抜けんない。よし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 。シンテル力には勝てます。シンテル力きついです。ちなみに、いやー、いいんちゃうん、ちょっと。いやー、どこまで行けるかね。ラバとか行きたいな。ラバとかにはちょっと戦えそうですが、ボンバーぐらいね、入れたかったな。まあ、入れたかったんですけど、1コス5枚のなんかこう、美しさもね、欲しかった。さあ、オールブレイカー。施設がある相手ですね。マジメガナイトとかの施設ない相手が来てくれるとね、ものすごいありがたいんだけど。うん。さあ、バルキリーかマジアチャかとか来たら、合わせたいっすね、エレジャイ。さあ、一旦適当に守っちまって。起きた。さあ、ここはエリジャイ出してマジアチャで射抜かれた場合どうするかっていうのをちょっと考えて、トルネでさすがにダメージ抑えるかな。痛いけど。で、ここどうせ施設あるんで、まあ仕方ないよねと。ここでな、ミラーエリジャイいけるとな、壊れてちょうどよかったんですけど。さあ、なかなか突破が、鬼の相手が来てしまうとっすね。お、これさ、間に合わせない。もしかして、いや、間に合うかな。うわぁ、相手早いもんな。さあ、まあまあまあ、序盤はね。お、スケルトンがちょっといい味出して。だいぶしんどいな。まあ一旦ね。さあ、ここもう一回ゲットですね。はい、でもなんかいるんだね。おぶねー。からのミライリジェ行きたいな、これ。
ボムが。もう一撃ラッシュじゃない、こんな。壊してもらって。これさ、マジで悪くない？よし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 。何が出ても、1コスで回収したい。よしよし、これ絶対終わっただろ、お前。守れんのか？これ。いや、守られそう。あれ？やばい、待って、やばい、やばい。オッケー。もう絶対無理だろ。もう一回ボムでしょ？2周目。焼いてる防衛うまいな。ちょっと待って、怪しくなってきた。壊してくれ、入れちゃい。トルネが絶対使うから、これ。この入れちゃいをね、1個抜いてくれ、トルネで。おっ、ダメージ打ってる。やばい。いや、でもいい。ヒースピがいい。回復して。なんだ、固めてあげて。よしよし。いや、投げればいいんだけど、あとちょっと届かん、これ、やべえ。押し込まなきゃ。相手の回転がちょっとだけ速くなってきた。これやばい、これ。いやでも相手絶対苦しくなってる。絶対苦しい。よしよしよし。あとトルネでダメージ俺も与えていかなきゃいけない。よしよし、うわー、でっけーでかすぎる、でかすぎるぞ。いやー、これトルネでキング起動できたのも良かったっすね。よし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 、クエイク入れてー。クエイク欲しいし、ゴルナイも入れたいし、フェニックスもベビドラもいた入れたい入れたいが、なんとかなってるぞ、これで。よし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 、もうちょっと楽な相手いそうなんだけどな。お、ゴルナイだ。あ、エレージャイとかだったら、あ、やべえな。ちょっと待ってよ、これ相手もさ、エレージャイだったらさ、あ、おい、マジで本当に来んなよ、マジで。やばいね。あ、でもキング起動すればよかった。ミスった、マジミスった。トルネトルネでキング起動できたんですよ。うわー、うわ、マジやべえ。絶対勝てないんや。ちょっと待って。ちょっと待ってくれ。あ、絶対勝てないや。しかもこれ、卵が絶対浮き上がる。ちょ、卵。ちょ、卵、お前。え？卵。これやばいな。ちょっと待って。あ、でも、意外と入ってんの？入ってる方なのか。まあ、さすがにこれ一旦行くじゃん。で、無理やり、ゴルナイからの大砲を使ってほしい。うっ！マジで吐くって。なんで取り込んねん。なんでトリトンね。いやでもここで対応使ってトリトン使ってくれた。うわ、トリ消えろ。うわー、いけ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 。ち、一旦行って。いや、ある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 。あの攻めに関してはある。もうマジなんでミラ入ったのよ、マジ。ざけんな、やばいって。え、なんでトリトン対砲なの。俺の息知ってた、もしかして。一回固めてイースピー系。よし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 、マジでかい、マジでかい。ちょっと耐えたけど、もう一発。うぅぅ、絶妙に残んなよ。あ、やばい、ちょっと待って。これどうする。いや、これはもう守れないんで、一旦行くしかない。マジで、ちょっと待って。マジで、ここどうやって守る。あれは仕方ない。一旦ちょっと、本当に許容とかの問題じゃない。やばい、本当に許容。うわぁ、でも渋いってー。トルネトルネで、さすがにね、エレジャイミラーしたかったけど。じゃ、スピリット残しとくか、エレジャイ防衛用に。うわ、えぐいわ。引くわ、それ。
やばい、よく出したハイスピ。今まで絶対勝てねえよと見せかけて、はい、わエレージャイ、エレージャイマジね、あれっすね、ありえないっすね強すぎ、理不尽すぎ、わあ使ってるからあんま言えないけど、マジでエレージャイやめてほしいな明らかに強いっすもんね、ちょっと性能が明らかに強いって、こいつだけで早くキューコスに、キューコスに確保しろ。よし、ちょマジエレジャイは引きたくない、使ってるんだけど、ノーシエレジャイ一旦ね、マジで攻めも守りもエレジャイなんで一旦全てエレジャイで受けちゃう。おっ、惜しい。さあまさかのホグが来ちゃう、ミニペイ、まあ、ミニペぐらいはなんか可愛いね、ペッカとかだとねちょっとまたあれですけど、ミニペホグ全然いい、今んところ一番相性良さそう。さあゴーストもいたんでね、さあちょっと1コスで一旦適当に受けてあげて、さあまあ一旦エリジャイ出そうか。あー痛いなー、1コス、あーマジでエレジェイミラーしたいんですけど、どうしようかな、あ待って止めたすぎる、エレジェイミラー多分したらねミニペしかメインがいないのでだいぶ刺さりそうなんですけど、まあそれをいつやるかなんですよね、うん、まあタイミング見てね、ザップ、うん絶対きつそう、形組んでしまえば。よし、さあでホグ来たらワンチャン無視もあるっすね、うん、まあ、2倍タイム入ったらなんか、うわマジで強いって2倍タイムさえ入ってしまえばねみたいなところありそう、すごい相手だってきつそうだもんな、今のさエリジェが残ってる間にファイスピとかエレスピでね、やべ絶対ずれてる、お俺のかじかんだ手だと間に合いません、ちょっとマジで一回全強します、あのね何かをね捨てなきゃね何も得れないんですよ、中途半端が一番良くないんです、うわマジやばい全部死ねそう、やばいマジで全然全然渋いんだけど、しかもちょっとうまいやん、やばいマジでやばい、ザップ見て、うわミニペミニピーミニピーやべえな、これダメージ受けたらダメな相手だったかもしかして、いやだまだあります、全然あります、ここで相手が甘えないと見せかけてもう一回来る、いや来ない、硬いね、いやもう一回これでね後ろです、はい、いやでこの方がマジで出したかな、うわーなんか普通のなんかチンパンみたいなデッキに負けそう、やばい、うわーやべえよこんなに、なんでこれちょっと、いやワンチャンして勝てるぞ、意外と入ってる、やばい、いやガチで諦めてない、勝てるとしか思ってない、キング悪そう、
厳しくない。にゃーわー、きついって。ということで全然が出ませんでした。いやー、なんか最後の相手みたいなのはねめちゃんこ相性さそうなんですけど、そうでもなかったみたいですね。まあちょっと皆さんもね、ぜひエレジャイね強いんでね、まあこれにボンバーとかゴルナインとかいればもっと強いの当たり前なんでね、はい、やってみてください。ではお疲れ様でした。